聖書朗読コリント人への第一の手紙11章23節から29節新約聖書の269ページです。聖書朗読者は相田兄弟です。後メッセージキリストの教会の交わりという題で小岩牧師に取り次いでいただきます。コリント人への第一の手紙11章23節、私は主から受けたことをまたあなた方に伝えたのである。すなわち主イエスは渡されるよパンを取り感謝してこれを裂き、そして言われた、これはあなた方のための私の体である。私を記念するためこのように行いなさい。食事の後、杯をも同じようにして言われた。この杯は私の血による新しい契約である。飲むたびに私の記念としてこのように行いなさい。だからあなた方はこのパンを食し、この杯を飲むごとに、それによって主が来られる時に至るまで主の死を告げ知らせるのである。だからふさわしくないままでパンを食し、主の杯を飲む者は、主の体と血とを犯すのである。誰でもまず自分を吟味し、それからパンを食べ、杯を飲むべきである。主の体をわきまえないで飲み食いする者は、その飲み食いによって自分に裁きを招くからである。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、尊き主の御名と、私たちの罪のために十字架についてくださり、そして死にの中からよみがえられ、そして再び私たちを迎えに来たりたまう、イエス様を待ち望み、また礼拝し、あなたの御名をあがめます。私たちを礼拝にお招きくださり感謝します。このような天候でございますが、あなたが、私たちをこの礼拝にお招きくださった、私たちも、礼拝を大切にして集うことが許され感謝いたします。思いやりながらこのようなことでございますので、来れない方も多くいらっしゃるとは思いますが、主がどうぞその方々の上にもなお恵みを与え、また来たる聖日励ましてお送りくださるようにお願いいたします。私たちにとって貴重な礼拝でございます。どうぞ今日もあなたが御言葉を通してお語りくださるようにお願いいたします。台風が近づき、またいろんな今までにないような自然災害が多いことを感じております。私たちの人生もいつ何があるか分かりません。でも私たちは運命や宿命やまた偶然ではなくて、神様の尊い救いのご計画に入れてくださり、またその中で生きていることを感謝いたします。どんなことがあっても、あなたは私たちを見捨てずお導きくださり、またどんな時代にあり何があろうと、キリストの教会はこの世にあって、あなたを証しし、また主のご再臨を待ち望むものでございます。どうぞ私たちの心の目を開いてくださり、あなたが今日もお言葉を通して語ってくださるようにお願いいたします。また気になりますが、帰る道も守ってください。事故があったり気があったり、雨に濡れ風邪ひいてしまうようなことがないように、どうかまた神様からの大きな礼拝の恵みを持って、どうか今週1週間も主を信頼して歩むものとしてくださるようにお願いいたします。聖餐式が執り行われますが、どうぞご聖霊が働いてくださり、臨在される主イエス様からどうぞ
直接生産をいただく、そのような信仰を持って預かることができるようにお導きください。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。この第一聖日は、前回、今回、来月と生産について触れております。で、前回はこの血による新しい契約ということで、イエス様のこの、血潮ですね、イエス様が命をもって血をもって、私たちを救ってくださったということ、そしてそれが一回限りの永遠の確実な救いであり、そしてそのこととして私たちは神に近づくことができる、大胆に遠慮することなくですね、近づくことができる、それがこの聖餐に現れているということを、ヘブル人の手紙から、私たちは学んだのでございます。で、今日はこの現在ですね、今イエス様は目に見えません、天において、取りなしてくださっています。で、じゃあ今この聖餐に預かるということがどういう意味があるのかですね、今現在ですね。で、来週、ごめんなさい、来月11月の第一聖日はこの聖徒の日も兼ねているんでありますが、この未来のこと、将来のこと、今日も読んだ箇所にですね、26節に、だからあなた方はこのパンを食し、この杯を飲むごとに、それによって主が来られる時に至るまで主の死を告げ知らせるのであるって、この主が来られる時に至るまでっていう、このイエス様の再臨のことが触れてますよね。ですからまさにこうゴール、イエス様の再臨に向かってこの聖餐に預かるということがどういうことなのか。ですから聖餐というのは、お分かりのように過去、現在、未来とこう続いていくわけですね。このことを私たちは理解したときに、行為としては簡単なことですね。ちっちゃなパンと小さなブドウ汁を口に入れる。別にあのパンやあのブドウ酒がいわゆる宗教的な霊験新たかな何かの物質ではないんですね。ズバリ言うと、どこにであるあるようなパン、またどこにでもあるようなブドウ酒でございます。何か特別なものでありますよね。じゃあ、あの行為、口にするというのはどういうことなのか。あるいは大したことないんですね、こういうこと言っちゃあれですけども。でもそこに表されていることがどういうことかということを信仰を持って理解して聖餐に扱っているか、単なる行為ですよね、クリスチャンでもただ行為として、口にしているかのこの違いというのは非常に大きな違いだということなんですね。で、私もそうでした。やっぱりあんまり理解しないでずっと来てた、またクリスチャンだから、まあ、という形ですね。ああそういえば今日は聖餐式だ、ああそういえばというような形で、まあ、ちょっとお祈りしてですね、まあ、ちょっと、まあ、しおらしい気持ちになってというようなことでですね、まあ、通り過ぎてきた面が私も恥ずかしいんですがあったなという気がいたします。まあ、生産の意味を、あ、これで分かったということではなくて、やはりこう深めていくですね、よりこう深めていくということが大事なことでありまして、まあ、そのきっかけとなるような、まあ、この今日のメッセージであれば幸いだと思っております。で、今日は、ですから現在私たちにとって生産を守るというのはどういう意味なのかというと、題にあるようにキリストの教会の交わりに入っているということを聖餐は表しているということなんです。なぜか、一緒に会食をしているわけですね。そして会食を用意したお方は誰なのか、イエス・キリストでありますね。ですからこのイエス・キリストとの交わり、そしてイエス・キリストを信じている者たちのこう交わりというのはどういうことなのかということがこの聖餐に表されている。
私たちは言葉だけではわからない面があります、まあ、いわゆる視聴覚教育、今ではパワーポイントとかですね、いろんな動画とか、まあ、私も駆使しますけども、いろんなものをこうお見せして目に見える形で、あ、分かったですね、キリスト教信仰っていうのは言葉をですね、理解して信じる信仰が非常にこう強いわけですね。何かのものを見せてるとか、どっかの宗教現象に何かいざなっていくのではなくて、しっかりとこの神様の言葉を聞いて理解して信じる信仰ですね。これはローマ人の手紙もちょうどそういう箇所を今触れているわけでございます。ですが私たちはどうも言葉だけじゃこの、まあ、よくわからないという面ですね、やっぱり否めない。ですから神様はこのような形を持って、目に見える形を持ってお示しくださった、その2つが私たちにとってはですね、この洗礼式と聖餐式になる、この2つですね。2つ以上ないわけです。これ直接イエス様が制定された。ですから今日もイエス様が制定されたお言葉から入りますよね。23節、私は主から受けたことをまたあなた方に伝えたのであるって言って、まあ、今こう読んでいただきました。前回ですね、お話しした内容がここからこの、まあ、26節までこうあるわけですね。この地による契約であるということがこう書かれているわけであります。じゃあそれは過去のことでしょうね。分かりました。イエス様が血を流し、また命を捨て、そしてイエス様の命によってこの生かされている、それはもう過去のことですよね、ではなくて、今もイエス・キリストは、死んでそのままなのではなくて、死からよみがえって生きておられるイエス・キリストが、同じようにあの聖餐の時に弟子たちにしたように、同じように生けるイエス・キリストは私たちを招き、そして聖餐に預からせてくださっているということを表しているわけであります。ですから今日のこのキリストの教会の交わりっていうのは、単にクリスチャンの親睦団体、クリスチャンの信者の団体が同じ信仰を持って集まって何かをやっている、聖書を学んでいる、また宗教活動をしている、仏教徒は仏教徒で、ある宗教はある宗教で、イスラムはイスラムでそうやってるんでしょうですね。で、じゃあクリスチャンもそういうクリスチャンという人たちが一緒に集まって礼拝し何かをしている、じゃあ同じじゃない、いや違うんですね。決定的に違うのはイエス・キリストのよみがえりなんです。マホメットもよみがえっていない、お釈迦さんもよみがえっていない、イエス・キリストだけが死からよみがえって今も生けるお方、この生けるお方とつながっている、まあ信じているということですね。で、信じているということはつながっている、交わりを持っている、一方通行じゃない、ある意味では交流している。人間関係も単に名前や顔だけ知って名刺交換をして、ああそうですか、何々さんですね、それで終わることが多いですね。そしてその人とこう触れる、そしてその人自身に触れていくというのは現実なかなか難しいし、そういう場面というのは正直言うと少ないのではないかなと思いますね。で、そういう中でこの交わりというのは何かこう形式的な、単にまあ決まったことをご挨拶してですね、まあちょこっとこうお話をして立ち去ってしまうというようなことじゃなくて、そこにこう人格的な関係、人間関係は人格的ですよね。で、キリストとの関係はもっとこう生命的な関係、命ある関係ですね。そこにこう深まっていく、それがこう聖餐に表されている。ですから口にするということはまさに命をいただくことですよね。
そしてそれがキリストと自分との関係にとどまらないで、今申し上げたキリストによってこうキリストを信じる、キリストにある人間関係っていうのは、その人格的な、その命ある人間関係になっているということなんです。この違い分かるでしょうか。単にクリスチャンという人の信者が集まっている団体という理解だけだったら、もう大したことないですね。キリストと命ある生命的な関係になっている、その関係が共に、まさに、主にある兄弟姉妹ですね、の関係だ。で、そのことをこの聖餐は表しているということなのであります。キリストの教会の交わりを表している聖餐である。聖餐は単純に言いますと、イエス・キリストの救いと生けるイエス・キリストとの交わりに招かれているということであります。ですから救いと交わり、イエス・キリストは救助者であります。私たちを救ってくださったお方、あなたがちょっと何かこう、心臓や何かでですね、まあ何でもいいんですよね、ちょっと倒れちゃった、119番ですね、救急車が来てピーポーピーポーピーポー、まさにあれですよね、こういう経験私もあります。一回ピーポーピーポーで運ばれてですね、でその時にあの救急の方が来た、今ではなんですね、あのヘリコプターでドクターまで来るですね、そういうのありますね。仮にドクターが来た、お医者さんが来た、そこで緊急処置をして、そして、あの救急のですね大きな病院に運ばれた、九死に一生を得た。あの時もう1分でも2分でも遅かったら死んでたかもしれない。その時にその、救急隊員、お医者さん、ああ本当にありがたい、まさに命の恩人ですよね。命の恩人、お医者さんであればちょっと自分が良くなった時に、あの時は本当にありがとうございました、医者という仕事柄とはいえですね、私を救ってくれた命の恩人はあなたですということだと思います。だからイエス・キリストに関してはそれ以上ですよね。まさに救助者、私を救ってくださったお方、それも命を捨てて救ってくださったイエス・キリスト、まさに救助者ですよね。私は救われる側、イエス様は救ってくださったお方で、それがあの聖餐に表されてますね。新しい契約、血による。でもう一つは交わりを表している。だけどその、救助者、お医者さんに対してそれで終わりなんですね。少しお礼、まあ、お礼を言いまして、じゃあその人とのお付き合いが始まるか、いやそれも家族ぐるみで、まあ人格的にですね、本当に親しいそのお付き合いが始まるかっていうと、まあないわけじゃないですけど、ほとんどないと思います。イエス・キリストという方はこの両方持っていらっしゃるということなんです。両方、どっちか片方だと私たちはイエス・キリストとの関係がちょっとこう違うんですね。違うというか、ちゃんとしてないんです。救助者であり救い主であり、なおかつこのお方とのこう親しい人間関係を持っている、交わりを持っているということであります。救助されたということは義とされた、罪許され救われた、永遠の命を与えられた。交わり、それはまあ交友関係、親睦、お付き合い、どういう言い方してもいいですよね。そこが深まっていく、で深まっていくときに、深まる中で私が変わっていくというのが聖化、清められていくということなんです。ですから聖化というのは自分の中で、いやちょっとクリスチャンだから、牧師だから、少しねまともにならないとちょっとやっぱりお恥ずかしいよねって、こう自分の中で起こることじゃないんです。自分の向上、クリスチャンとしての向上じゃなくて、キリストとの交わりの中で、ですからキリストとの交わりがなければ聖化って起こってこない。なぜならば、そうですよね、親しく接する人、それもその人がを
愛している、もっと世俗的な言い方をするならばその人が好きなんですよね。イエス様が好きなんです、平たい言葉で言うと、まあ、もっとちゃんと言って愛している。だから愛しているお方に喜ばれる生き方をしたい、当然ですよね。愛しているお方のお役に立つ生き方をしたいって、これが成果になります。でこれがこう交わりということなんでありますね。そしてこの交わりということが会食、一緒にお食事をするという中に出てくるわけです。皆さんもそうだと思いますね。皆さんのいろんなお付き合い、まあそれは家庭でも仕事上でも親戚付き合いでも近所付き合いもそうですね。やっぱりちょっとちゃんとすると、まあ自分の家かレストランかはともかく、やっぱりそこで会食、お食事をする。でそのお食事をするときに、ある意味では食事の内容っていうのは、まあ、美味しいね、ごちそうにあるには越したことないですけども、それよりも大事なのはその方との関係じゃないですか。どんなに豪華レストランでグルメのですね、素晴らしいごちそうを出してもらったとしても、目の前にいる人とどうもちょっとこうですね、あんまりこう何ですかね、こう親しくない、まあ、ある意味では立派すぎる方ですよね。本当に立派すぎる方が目の前にいたら、ちょっともうこっちもね、ですね、まあ、ちょっと嫌いな方がいたら、どんなにおいしいごちそうでも、そういうことですね。ですからその会食というのはその方との関係でございます。そしてその会食っていうのは聖書に言われた祝宴、喜びの会食なんでありますね。それもなんか私的に、私事ではなくて公に喜んで会食をする。ですから生産もある意味では公ですよね。何かこうこそこそとやってないじゃないですか。もう本当にこうオープンにして、まだ信仰を持ちでない方もぜひいてください。それで、ね、どうかこの中に入るようにね、あの洗礼を受けて生産に扱うようにしてくださいという形でオープンにしている。そして公ですよね、礼拝の中で公にしている。どっかこそこそ陰でやってない。まあ、例えて言うならば宮中晩餐会でございます。どこの国でもそういう王様やまたそういう大統領が国賓で迎えられて、そしてそこで振る舞われる晩餐会ですね。そこでまさにご馳走が出る。でもその時にご馳走が素晴らしいんじゃなくて、そこにいる人、招かれたってことが大事ですね。そして招かれてそこで本当に安心してその人とのこう会話、人間関係が深まっていって、プラス美味しいごちそうだから、あ、よかったですねって話なんですよね。そういうことなんであります。ですからこの交わりっていうことの中に会食と祝宴があるということが大事になりますね。これは皆さんもお分かりだと思います。でそのことが聖餐に表れている。皆さんイエス様の生涯を福音書でこう追っていったときに、確かにその場面が多いということに気がつきます。例えば2匹の魚と5つのパンで5000人の人たちを養われた奇跡、イエス様の初期のガリラヤ湖のですね、まあ、ある意味ではこう多くの人に知られた奇跡ですよね。あれも養われる、イエス様がこう振る舞ってたわけですね。パンとあの魚を裂いて振る舞った、そしてそこに奇跡が起こって5000人の人たちが養われた。ですからイエス様の振る舞いですね、まさにあれも会食であります。イエス様は主税人や罪人と一緒に食事をするのかと批判された。他のラビ先生はしなかったわけです。イエス様がお高く泊まった宗教者ではなかった、いや宗教者なら絶対に行かない、それも一緒に会食、ここもそうですよね。皆さんもさっき申し上げたように、何か心の引っかかりがあればその人と食事はしないと思いますね。イエス様は主税人罪人と
と一緒に食事をした。そこにイエス様がどれだけこの会食を大切にされてたのか。会食っていうのは単にご馳走を食べるということじゃない。その人との人間関係、触れ合い、人格的な触れ合い。イエス様の最後の1週間、あのイエス様によってよみがえらされたラゾロの家にイエス様は行かれた。そしてあのナルドの香油がですね、あそこでこう、女によってですね振る舞われた、あの場面も会食の場面。復活されたイエス様がガリラヤ湖で弟子たちに会った。漁をしていたペテロ、岸にいる復活されたイエス様を見た、あれは主だとヨハネが言った、岸に立っているお方を見た、ザブーンと服を着て泳いでいったというあの場面ですね。そして岸にたどり着いたイエス様の方が、まさに朝食ですよね。魚を焼いて振る舞われた。多いですね、イエス様が会食を、イエス様が振る舞っている。あの放蕩息子の話もそうですよね。最後のところはまさに祝宴開いた、あの祝宴の喜び、いなくなった弟が帰ってきた、死んだ者がよみがえった、あのお父さんの喜び。いやー、かつてあれほど親不孝したのにいいんですかお父さん。そんなのお父さんにはないですよね。その時にあの兄貴の方がですね、お父さんって話ですよね、僕は何もあの悪いことしてないのにこんな振る舞えなくて、あの離れていった方ね、あの親不孝者の弟は、弟のためにイエス様、あのお父さんこんな宴会開くんですかっていうあの話ですね。ですからあの兄貴にとってみたら本当にお父さんの気持ち、ね、本当にこの帰ってきた、弟、本当に心から喜んで祝宴を開いたあの喜び、あの喜びがわからないですね、兄貴の方は。全部会食祝宴であることがわかります。イエス様が再臨なさる時のお話もそうですよね。あの、花婿を迎えるあの場面、花婿は来た、だけどあの油を用意してなくて、入れなかった、入れたというあの話ですよね。あれも、この素晴らしい祝宴に入るかどうかっていう話ですね。ですから祝宴っていうのが非常に大きなテーマであるわけでございます。私たちも現実盛大なパーティーに招かれるのか、まあそれもいいでしょう。いやいや、もう本当に質素な食事しか出ませんでした、こんなのいつも食べてます、そんなものはいいんですよね。会食することがその人と一緒に交わること、一緒に時間を過ごすこと、そしてその人との人間的な人格的な触れ合いをすることが喜びであり生きがいである。そうでなければあまりにも、まあ、寂しい会食、確かにご馳走は並んでるけれどもってことですよね。交わり、人格的な交わり、触れ合い、そしてイエス・キリストとは生命的な命あるその交わりがこの聖餐の中に現れている。聖餐式の時間は5分ぐらいですよね。じゃああの時だけちょっとだけなんかそういう宗教的な気持ちになって終わったらっていうわけではない。キリストとの命ある交わりの中に自分も入り、自分だけじゃないってことですね。自分だけじゃない、まさにここ、まあ、ここにいる、いやいやもっと言うならば聖餐を守っている、聖餐に預かっている全世界のクリスチャンとそのような命あるそういう交わりの中に自分がいるんだということが聖餐に現れているということなのであります。そして
イエス様はそれをただ言葉だけではなくて、このように具体的に経験するちょっとしたまあブドウ酒とちょっとしたパンかもしれません。ですから行為そのものは何かのように大したことないんですよね。大したことじゃないわけです。だけどその小さな行為の中に表されていること、信仰、そのことを私たちはしっかりと受け止めていく。そしてそれが一番私たちにとって信仰生活の根幹に関わる生命的な一番大事なことなんだ。キリストと、生けるキリストと、人格的な生命的な命ある交わりを持っているのか、主にある愛する兄弟姉妹とキリストによって人格的な命ある交わりを持っているのか、ここだ、ここなんです、ここなんです。そしてそういう中で2番目のテーマですけれども、この生産を軽んじるということが起こってきたのであります。イエス様が天に帰ってから、まあ、まだ30年40年ぐらいのこのコリントの教会ですから、まだこの地上におられたイエス様をこう触れた人も高齢者の中にはいたかもしれません。でもほとんどの人はその次の世代の中で、このコリントの教会、非常に世俗的な混乱した教会でございまして、そして生産が重んじられていなかったということが今日読みました箇所の、17節以下に書いてるんです。まあ、ちょっとこう読んだ方が早いので読みますが、どうぞ開ける方は同じページですから見てください。上の段のコリント第一の手紙の11章の17節。ところで次のことを命じるについては、あなた方を褒めるわけにはいかないですね。褒められない教会というのは、あなた方の交わりが利益にならないでかえって損失になっているからである。え、教会に行っても利益にはならない。利益というのはお金が儲かるとかご利益があるという利益じゃなくて、信仰のプラスにはならないということです。え、こんな教会あるんだ、教会に行っても信仰のプラスにならないで逆に損失になるから、だったら行かない方がいいというわけですね。クリスチャンも求道者の方もこんな教会には行かん方がいいと言ってるわけです。で、どうしてか、まずあなた方が教会に集まるとき、お互いの間に紛争があることを私は耳にしており、そして幾分かそれを信じている。紛争、まあ、ちょっと争い、いや人間だから喧嘩するとかね、いやクリスチャンも頑固な人がいてねっていうのは、なんかこう人間関係の争いではないんですね。なぜか20節飛びます。そこであなた方が一緒に集まるとき、主の聖餐を丸もることができないでいる、ここなんです。生産を守ることができないということがどういうことなのか、21節。というのは、食事の際、各自が自分の晩餐を勝手に先に食べているので、飢えている人があるかと思えば、酔っている人がある始末である。あなた方は飲み食いをする家がないのか、それとも神の教会を軽んじ、貧しい人々を恥ずかしめるのか、私はあなた方に対して何と言おうか、あなた方を褒めようか、このことでは褒めるわけにはいかないって、まあこれは褒められないよという言い方してますね。何か分かりますでしょうか。今は聖餐というのはこのような礼拝の中でするんですけども、この当時お食事と一緒にしたんです。お食事ね。ですから私たち言えば、昼のお食事、今日はありませんけども、昼の食事をしているときに、その前に、はい、じゃあ今から生産式をしましょうというときに、生産を守ることができない。守ることができないというのは、生産式なんだものはやんなくていいよって言ってんじゃなくて、生産式はしてるんだけれども、そのお食事とか、あとは貧しい人とかちょっと金持ちの人とかいろいろあって、どうもこのお金持ちの人は先に食べてですね、もう酔っ払ってるってことですよね。まあこの時代ワインがあったのかとか、まあ酔っ払ってるという状態ですね。ところが後から来た貧しい人は、まあ食事も食べられない。じゃあ生産式はどうなったのか。生産式っていうのはね、やっぱり非常に大事なことですから、みんな揃ってで信仰を持ってきちっと秩序正しくするはずですよね、教会なんだから。それができないってことなんです。できない、もっと簡単に言うと何か勝手なことやってるんですよね、教会来て。ここなんです。それぞれ勝手なことをやって、確かに
生産式は行われているようなんだけども、ぐちゃぐちゃ状態じゃないかと言ってるわけです。ここなんです。これが起こっているということなんですね。どういうことなのか。教会に人は集まり、クリスチャンは集まっている。それもいろんな階層の人たちが集まっている。すごいことですよね。素晴らしいことですよね。貧しい人もお金持ちも奴隷も自由人もいる。すごいですよね。すごい教会なんです。だからあるいは活気のある教会だけども、生産がこのような状態になってしまっている。つまり生産が形式的形骸化している。形があるが実体が失われてしまっている。もっと平たく言うと、生産はしてるんだけど、生産式なんても早くやめて、ね、ごちそう食べようよとか、そういう状態です。つまり生産を軽視している。やってるはやってるんだけど、早く終わんないかな、もういいやとかね、いやいやこんなの頭回ししようとか、そういうことですよね。ですから一緒に貧しい人も止める人も一緒に秩序正しい生産ができない。ここなんです。ここが教会の交わりが損なわれているということなんです。わかりますか。生産ができないということはイコール教会の交わりが損なわれている。教会生産が形式化、形骸化して、やるだけはやってるって形で素通りして、なんかわわわわやってるってことですよね。生産、キリストとの交わりですよね。そしてキリストと命ある交わりを持ち、そして互いにキリストにあって命ある交わりを持っているということがないからです。キリスト抜きの人間関係だからです。クリスチャンといえどもキリスト抜きの人間関係になっているからです。だから生産早くやめてご飯食べようよっていう感じですよね。これがコリントの教会だった。このことが、パウロの言い方をするならば、22節に神の教会を軽んじていると言ってますね。神の教会を軽んじている。確かに人が集まり活気があり、いろんなことをやってるようだけど、神の教会を軽んじている、このような交わりは教会ではないと言ってるわけです、パウロは。結局はもっと厳しい言い方するならば、生産式をしてるんだけど生産を冒涜してないか、いやこれは何、もう宴会や飲み会じゃないかっていうことですよね。分かりやすく言うならば、まあ私たちはここまでひどくない。でも生産ということが軽んじられているときに、単に何かこうキリスト教の儀式をきちっと守っていないとかいう意味じゃなくて、その実態がキリスト抜きになっているってことなんです。キリストと命ある交わりになってないから、そのことを求めてないから生産というのはおざなりになっているということなんです。キリストとの交わりを大切にしているならば生産を大切にしますよね。そこに現れている。パウロはそのことを見抜いたわけです。じゃあどうするのか。だったら儀式の回復、何でもそうです。学校でも会社でもどこでも、規則をきちっと定めればいいだけのことですよね。はい、この教会では食事の前にきちっと生産をしますから、今ちょっとだらけてましたので、きちっとね、規則決めます。何時から何時まで生産式にしますから、遅れないようにしてくださいね。遅れた人は、扱われませんよ。分かりましたか。そして、なかなか守れない人は、まあ、ペナルティを課せばいいですよね。何らかのペナルティ、ちょっとサボった人は学校であれば掃除当番をしますなんてね、今してるかどうか知りませんが、まあ、なんかそういう形だったら教会もそういう形で生産をちゃんとしましょうっていうふうに規則に決めたらいいだけのことじゃないですか。これやりやすいんです。だけど規則で決めてそれ何守っても心が伴ってないじゃないですか。ああまた言われた、
うるさいの分かってるよそんなことはですね。私はどっちかというとひねくれもんですからすぐそう思うわけです。分かってるよそんなことは、やればいいんでしょやれば、それは真面目にやった方がいいよねっていうような感じで同じじゃないんですね。その時にパウロが何言ったかというと、イエス様の言葉から始まった、ここが重要なんです。規則から始めてない。なぜ？だってキリストとの命ある交わり、教会の交わり、キリストとのですね、生けるキリストとの命ある交わりが聖餐なんだから、やっぱりイエス様から始めていかないとダメなんです。教会っていうのは何事もイエスキリストから始まっていかないと教会ではないのであります。ここ私たちは絶対に踏み外してはいけないのであります。何事をするにもイエスキリストから始まっていかないと教会ではない。これは世の中とは違うのであります。ところがこのコリントの教会は確かに聖餐は持っていたけどもこんな状態だったということですよね。だからこの箇所23節、私は主から受けたことをまたあなた方に伝えたのであるってこと、私は主から受けたことをって、ここが大事なんです。主、これイエスキリストですよね。イエスキリストから受けたことをあなた方に伝えるっていう形で、そして前回触れましたイエス様があのいわゆる最後の晩餐の時に言われた言葉をそのままここで引用しているということなんですね。私たちも神の教会を、神の教会の交わりを軽んじる危険がある。そしてそれはどこで測るのか、ちょっとね、あの人ちょっと、ね、ちょっと人間関係悪いなとかなんとかって、そういうことで測るんじゃなくて聖餐で分かるわけです。本当に心から聖餐に預かって大切にしているかどうか、それがおろそかになっているっていうのは、それは教会の交わりがキリストを中心とした交わりになってないという証拠だということをパウロは言ってるんですね。単なる親睦団体、下手すると宴会か飲み会になっちゃう。楽しいですよね、宴会や飲み会ってね、決して悪くないですよね。やっぱり人間関係交流でそういうことを社会的にはあるわけですから、まあ、そういう意味の効果っていうのは否定しません。でもキリストがなくなっちゃう。じゃあどうするのか、今言ったような規則を決めて、ちゃんとやりましょうって決議してではなくて、それはこの主から受けたこと、イエス様から来るということなんでありますね。そしてそれが具体的に27節から入るわけです。だからふさわしくないままでパンを食し主の杯を飲むのは主の体と血と犯すのである。誰でもまず自分を吟味し、それからパンを食べ杯を飲むべきである。主の体をわきまえないで飲み食いするものはその飲み食いによって自分に裁きを招くからであると言っています。ここなんですね。やっぱり私たちは聖餐を受けるときにこのことをきちっと受け止めて、そしてここで自分を吟味するっていう言葉が出てきますね。これ非常に大事なことであります。自分を吟味する、形だけ形式じゃない、信仰ですよね。それもイエス様との関係、イエス様との救い、イエス様によって救っていただいているのか、そしてイエス様と命ある人格的な交わりを求め、そしてそういう中で悔い改めなければいけないことを悔い改めているのか、ここが大事なんですね。悔い改める中身というのは2つここにあります。一つはこの教会生活なのであります。なぜならばさっき見たように、酔ってる人がある、飢えてる人があるですね。同じクリスチャンの教会なのに、つまり信仰生活が自己中心ということなんです。やっぱお金持ちの人たちはお金持ちの人たちのそういうなんていうかな、こう人間関係あるわけですよね。私たちもそうです。自分が背景とある人間関係とは物の見方、考え方、そういうことをやっぱりぐっと出てきて、自己中心、自分本位の信仰生活になっている。教会というのはキリストのものであります。キリストが中心となって交わりがあるということをどうもこう忘れちゃいましてですね、確かにクリスチャンなんだけども自分が中心となって教会を見ている、
で、そういう中から具体的にやっぱりこのような信仰の形骸化、形式化が起こる危険性がある。もしそうであるならば、やはり私たちは悔い改めなければならない。自分本位の自己中心の信仰生活を悔い改めるということですね。あともう一つはこの29節に、主の体をわきまえないで飲み食いする者はその飲み食いによって自分に裁きを招くからであるというこの言葉、まあ簡単に言いますと、罪を犯している生活、不健全な社会生活をしていることをやっぱり具体的に悔い改めていく。なぜならば、そのままの生活であるならば世の中に罪に巻き込まれてしまうからであります。32節、しかし裁かれるとすれば、それはこの世とともに罪に定められないために主の懲らしめを受けることなのであるとあります。私たちは具体的にやはり罪を犯している悪習慣、確かに不健全な信仰生活をしている、そういうことをこう具体的にやっぱり悔い改めていくということですね。これが伴って、そして聖餐に預かるのでなければ、やっぱり形骸化、形式化してしまうということなんですね。私たちは自分でこのようなものを回復することはできません。形だけ、神妙な顔をして、またそこで、ああちょっとまずかったな、ああもうちょっともう愚かなことしないように注意しよう、そんなんで治るんだったらもう楽な話でございます。いやいや、そうじゃない。むしろ本当に自分の弱さ、愚かさで自分で自分を変えられない、そして本当にこのようなコリント教会にあるような悪兵ですよね、いろんな悪習慣、クリスチャンとしても社会的にも、こういうものをやはり私たちは聖餐式の時にキリストの血潮によって罪許し清めていただく、その信仰をしっかり持つ、そしてキリストとの交わりの中に、教会の交わりの中に入っているということを確認する。なぜ罪を犯すのか、なぜ誘惑に負けるのか、このキリストの教会の交わりに入ってないからです。自分でやろうとしているからです。キリストの交わり、キリストの教会の交わりの中に入って、私たちはキリストによって力を与えられ、そして罪と誘惑にある意味では守られていく、そういう信仰生活を送ることができるのであります。聖餐は全ての人が招かれています。誰一人、いやいや私は違うという人はいません。聖餐の恵みから漏れてはならないのであります。そして全ての人がキリストの教会の交わりに入ることができる、それが聖餐に表されている。どうぞそのことを自分の信仰として言い表し、信仰告白をし、そしてキリストの教会の交わりの中に入ってください。入っている人がこのようなコリントの教会のような状態になっているとするならば、とんでもないことでありますよね。私たちはそうなる危険性がある、いやひょっとしたらそうなっているかもしれない。今日私たちはもう一度、今現在聖餐においてキリストとの交わりの中に入っている、キリストの教会の交わりの中に入っているんだということをですね、しっかりと心に留めて、そしてパウロのお勧めのように、聖書のお勧めのように具体的にですね、罪を悔い改めて聖霊に満たしていただき、そして新しい歩みをですね、進めていきたいと思います。それでは、一言お祈りをいたします。だからふさわしくないままでパンを祝し、主の杯を飲む者は主の体と血と犯すのである。誰もまず自分を吟味し、それからパンを食べ杯を飲むべきである。天のお父様、これから聖餐式を行います。どうかこの御言葉に示されたことをしっかりと心に留め、あなたの御前に悔い改めと信仰を持って聖餐に預かせてください。生ける主ご自身がこの真ん中にお立ちくださり、私たちに聖餐を振る舞ってくださることを
信じ感謝します。あなたは私たちを招いてくださっている、本当に感謝なことでございます。あなたとの会食、あなたとの祝宴、あなたとの親しい交わりがこの聖餐に表されていることを本当に心から感謝いたします。イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。49番の1